こんにちは、のだめ、英語バージョン5巻の中から英語を紹介しますね。17ページです。ミネ君がのだめにアドバイスしています。 Stay away from him。 この him というのは、千秋のことなんですけれど、交流するなと、千秋と交流するなっていうふうに言っています。この stay away っていうのは、離れているとか近寄らない、留守にする、欠席するっていう意味があります。